久米国武久米国武から1931年2月24日は、幕末の佐賀藩士で、近代日本の歴史学における先駆者。陽名を大二郎、後上一郎、駅戸とゴ須。洋画家の久米慶一郎は子、外交官の久米国佐賀は総尊にあたる。非全国佐賀城下八幡田工事に、佐賀藩士、久米国号の三男として生まれる。 1854年16歳の時、佐賀藩校行動館に入り一歳年上の大熊重信と出会う。住所や師匠、三くり昭和著、羊猿友図式などの和館の世界一師匠を読んだ。5年後に卒業。共に、両者は、尊皇派の枝吉上妃が結社した、犠牲同盟に参加した。行動館での成績は主席を誇り、訪れた、藩主寺課大へ、 論語の午前講義を行っている。1862年、25歳の時判明により、江戸に出て昌平坂学問所で、小賀金一郎に学んだ。翌年帰還してからは、行動館で教鞭を取ったほか、全藩主、鍋島官僧の近似を務めた。30歳の時行動館の教諭に就任した。1868年、31歳の時から、明治維新確立後には、 不判権産地制に伴い反省改革案の立案に当たっている。廃藩地検後の33歳の時、鍋島家の片須区として使え、ついで大上官政府に出資し、検証外資となり1871年、特命全権大使岩倉施設団の一員として、欧米を視察。1871年11月12日、横浜執行、サンフランシスコ到着後、 いろいろな駅務の一つに、数密記録等取り調べ県各国の宗教視察も命じられる。アメリカ合衆国に半年、イギリスに4ヶ月滞在する。また、施設気候参集専務心得を命じられる。フランスに3ヶ月滞在、ベルギー、オランダ、プロシア、デンマーク、スウェーデン、イタリア、オーストリア、スイスなどの各国を訪れた。キロは フランスのマルセイユを出発し、スエズ運がアジアの諸港を経由し、1873年9月に横浜に到着。1年9ヶ月の長期視察であった。その間、観察に先進し、杉浦構造の通訳で聞き取り調査を行い、各地で統計書、外説書、地理歴史書などを収集した。帰国後に大上官のリー員になり、独力で、 視察報告書を執筆。1878年40歳の時、全百巻の特命全権大使米王会覧実機を編集し、政府から500円という多額の報奨金を受けた。なお、久米はこの資金で、目黒に広大な土地を購入したほか、実施、桂一郎をフランスに留学させている。政府では、大乗官の修士官に入り、シゲノヤと共に、 大日本編年誌など、国史の編纂に尽力する。1888年、帝国大学教授兼臨時年史編年誌編纂委員に、就任、茂野安嗣らと共に、修士事業に関与する。1890年、私学会雑誌に、エタピニンの由来を発表した。在職中の1892年、田口宇吉の勧めにより雑誌、司会に転載した、論文。 新党派祭典の古族の内容が問題となり、両職を辞任した。1895年、大隈重信の招きで東京専門学校に展九1922年に退職するまで歴史学者として日本古代史や古文書学を講じた。1931年、老衰のため死去、去年93。 1982年に JR 山手線目黒駅前に、久米親子の業績を展示する久米美術館が開かれた。ありがとうございます。